また栽培漁業の取り組みについて説明します。卵を取るための親です。キジハタ栽培漁業は親を産卵させるところから始まります。キジハタの卵です。卵は直径約1ミリで24時間で孵化します。孵化後10日目のキジハタの赤ちゃんです。背中と腹側に鋭いトゲがあります。赤ちゃんの数の測定です。定期的に筒を用いたサンプリングを行い、飼育されている水槽の中にどのくらいいるのかを調べます。また体の大きさや餌の食べ具合などを調べて健康状態をチェックします。放流準備です。放流魚と天然魚の識別のため腹びれの片方を切除します。いよいよ放流です。キジハタの放流技術は開発の途中段階にあります。放流するのに適した場所、時期、そして大きさを検討するため試験放流を行っています。また食害から守るため保護育成証の効果を調べています。放流後の追跡調査では保護育成証の利用度を調べます。刺し網では放流した魚がどの程度他の魚に食べられているかを調べます。一本釣りによる聴覚試験では放流した魚の移動を調べます。さらに市場に水揚げされたキジハタの中に放流した魚がいないかを調べ放流効果を調べます。